高マイナスには、わし座の方角に、地球から約880光年の位置にある、黄色の死系列星である。四等級は12等で、肉眼では見えないが、暗く透明度の高い夜空であれば、アマチュア用の中型の望遠鏡でも観測することができる。太陽よりも若干質量が小さく、表面温度も低いが、高級面には太陽よりも大きい黒点が現れており、 太陽よりも活発な恒星事情活動が起きていると予想される。2マス J1927636 プラス0122577を番星とする二重星であることが知られている。VLT の高分散分光装置による観測で、この二つの恒星の視線速度はおおよそ同じで、過去の観測をたどっても二つの恒星の位置関係に変化が見られないことから、 同一成系にある真の連星であると結論付けられた。高マイナス 2B によって引き起こされる高マイナス2の視線速度の変化2007年12月20日、トランジット法によって高マイナス2の周りを公転する太陽系外惑星高マイナス 2B が発見された。コミッションによって発見された2番目の太陽系外惑星で発見後は トランジットの際の原稿を多波長で精密に測定することで質量が木星の約3.5倍と推定された。半径は木星の1.5倍と中心星からの複射列によって外装が膨らんでいると考えたとしても大きく、潮積摩擦が起きている可能性がある。そうだとすると、高マイナス 2B の他に惑星が存在することが期待できる。 高2マイナスに B は中心性の周りを約1.7日で周回し、後転の方向は構成に順行となっている。トランジットは約136分間発生する。ありがとうございます。